そうで始まりました、おちちゃんです。今回は平さんがゲストを連れてきたということで、はい、平田ぜや、どうも、早稲田語学塾代表の平です。よろしくお願いします。そしてですね、今回は慶応大学文学部なので森田先生の直の後輩になりますね、はい、ゲストを一人お呼びしました。自己紹介お願いします。はい、慶応義塾大学文学部今2年生の坂本優和と申します。よろしくお願いします。はい、ね、本日の企画はですね、なんでゲストを呼ぶかっていうと、実はね、我々に分かりにくいことを彼女はよく知ってるんです。何かというと、総計の総合型選抜に関するお話を分かりやすく説明したい。どういうこと？総合型選抜って知ってます？はい、もちろんでございます。はい、そうですね。総合型選抜っていう入試スタイルが、昨今入試業界の中でも、ある程度こう幅を利かせてきてまして、現在大学に入学する人全体の約 10% を総合型選抜が占めてるというふうに言われています。今後ね、微妙にちょっとずつまた多くなっていきそうな雰囲気があるので、総合型選抜っていうのは、彼女ね、森田先生もそうだけど、KO なんですけど、日本で最も早く始めたのが KOSFC とも言われているね、うん、まあ入試スタイルでして、 AO 入試です。そうそうそう、はい、今でもね、なんかね、 AO って言わないらしい。そう、知ってますよ、うん、もちろん。そうそう、そもそもアドミッションオフィスって意味わかんない。まあ確かにね、入試課って言われても誰が言い始めたんだろうね。総計にもいろんなスタイルがあるんですけれども、その中で僕が結構そのスタイルいいかもなって思ったスタイルで彼女受験しているので、そのスタイルをちょっと掘り下げて受験生の選択肢の一つに入れてもいいんじゃないかなというところで、今回総型選抜総計対策をね、話していきたいと思います。はい、まず坂本さん、あなたが受けた受験スタイルを紹介してもらってよろしいですか？はい、3校受けたんですけど、早稲田と立教と慶応を受けて、うん、早稲田大学がその当時の名前で新志向入試っていう名前の入試を受けました。はい、新志向入試、はい、ジェントルマンってことですか？歯に蓄積していくやつですか？思考ね、はい、漢字はどう書くんですか？あの、新しいに思うに考えるで新思考。ああ、そういうことですね。美学法じゃないんですけど、はい、何学部？文化構想学部の新思考入試を受けました。うん、この新思考入試っていうのは非常に面白くて、早稲田だったらば入ってくる人って7割8割方が関東圏なんですね。ある程度もっと全国から集めたいよみたいな感じで、1都1都2府43県から1人ずつみたいな感じの取り方をしてるんですよね。そういう入試で、他にも早稲田だったら社学とかね、うん、そういったところもやったりしてるんですよね。新思考入試が3次試験まであるんですけど、うん、私は1次通って2次受けに行って2次で落ちちゃったっていう感じなんですけど、現地の試験まで受けに行って小論文書いてそこで終わっちゃいました。でも3次まで進むと共通テストがあって、共通テストで8割以上、平均点に関係なく3科目で240点以上取らないと最後合格できないっていう試験になってます。1次が書類ってことですか？はい、1次が書類で、でそこでも結構半分近くぐらい落とされて、うんうん、で2次が小論文。1次の書類はどんなものを出すんですか？自分に関係してる地域に関する課題みたいなところを A4 の紙4枚くらいにまとめて、課題感と自分がその課題に対してやってきたことと、あと大学に入ってその課題をどうやって解決していきたいかみたいなところを聞かれる内容の資料と、あと活動報告書みたいな、うんうん、活動の証明みたいなのを提出します。早稲田の総合型選抜は昔からそうなんですけど、割とね、そのあなたどんなことやってきた人なんですかっていう、あんた誰みたいなところ結構重んじるところもあったりするんで、なるほどなっていうところです。地域はどこなんですか？私大阪出身なんですけど。ああ、そうなんですね。自分の親戚が兵庫県の結構田舎の方に住んでて、はい、そこを地域おこしというか町おこししたいみたいな内容で資料を作りました。ああ、なるほど。うちの塾からだと、彼女のこの同じスタイルで早稲田に行った人で、それこそもう文化構想だったと記憶してるんですけど、沖縄県とかでサトウキビに関する作文のコンクールとかで金融大臣賞みたいな感じのそういうのを取っている子とか出たなみたいなことをちょっとふと思い出したりとかしながらね。一時はその書類選考みたいなもので受かりましたと。はいはい、で2次はどんなことをやったんですか？小論文っていうのは2次が120分で2つ書かないといけなくて、うん、1つが資料の読み取りみたいなので1200字書きます。でもう1問がその自分の出した資料に関してどこが良かったかどこが悪かったと思いますかみたいな内容で1000字書かないといけないので、
2時間で2200字くらい、うん、結構多いんですけど、うん、それを時間内に頑張って書くっていう、うん、1時に出したものの直しってこと？年によって違うんですけど、私の年は1時に出した資料のどこが良かったと思いますか、でどこが改善点ですかみたいな。総型選抜の入試においては志望理由書をもとに面接をすることが多いんですよ。というのも、まあ、志望理由書だけで通しちゃったら替え玉受験できちゃうじゃないですか、うん、本当にあなたが書いたのみたいなところをちゃんとね確認する意味合いでも面接っていうのが設けられたりするんですけど、早稲田のこの新志向入試の場合は筆記でねそれが分かるように、要は替え玉だったら書けねえだろみたいなものを、まあ、課しているっていうことですよね。なるほど、うん、面白い。俺が東大で受けた高等諮問みたいだからね、一時のやつとか論文のやつのどこが良くてどこがダメみたいなの聞かれましたからね。小論文重めっちゃ重めですよね、2時間書くわけですからね。そいで3次試験っていうのは共通テストを受けないといけないと、はい、で共通テストで8割ってこれ平均点次第ではなかなか大変ですからね、はい、だって坂本さん受けた年って今2年生、今2年生ってことは2年前とかってことになるわけですよね、はい、国語の平均点がめっちゃ低かったりとかね、そうですそうです、105点とかそこいらのね、英語なんかも結構大変だったでしょう、はい、平均点的にね。だからそれでも8割取らないといけないっていうのが、はい、なかなかやっぱ学力も求められるんだなと、うん、だから僕これ結構ねいろんなところで言い続けてるんですけど、総合型選抜っていうのは一般入試じゃもう到底手が届かないからみたいな人がちょっと楽して裏口入学みたいな感じでやれる入試スタイルだと勘違いしてる人がいるんですけど、違いますからね。あくまでも2月入試とかで受けてもそれなりに可能性がありそうな人が可能性ある選択肢の一つとして選択するのが総合型選抜なんだと、少なくとも総計レベルになるとやっぱりそういう風になってくるんで、結構レベルが高いなという印象ですね。そうですね、なんかやってみて感じられたこととかあります？これからこう目指される方に向けて。小論文がすごい字数が多くて処理しないといけない情報の量がすごい多いから、普段から勉強したりコツコツやって積み重ねた考える力みたいなのがないと解けない問題なんだろうなっていうふうには思いました、うん、なるほど。その辺ね、慶応なんかはね普段の入試でも小論文とかありますからね。そうです。慶応のこと聞いていきましょうかね、はい、受かったところに関してね、はい、こっちは受かったんですけど、僕はねまずこの話聞いた時に、うわこれ絶対狙い目じゃんって思ったのが、総合型選抜の入試って限られてちょっとしか取ってもらえないイメージがあるんですけど、何人取ってもらえるんでしたっけ？120人取ってもらえます。結構取ってもらえますよねこれね。多いですよ、文学部はね、はい、まあ、女の子が多いんですけどねいいっすね、そうですね、だから言ったらそういうことでしたか何も調べないで私受けてますから絶対嘘、はい、英米文学専攻だけ見て言ってますから。文学部の入試の方は高校の評定が 4.1 以上必要っていう条件があって、それさえクリアしてれば学校長の推薦とかがあったら自分で応募できる推薦入試みたいな感じで、一応書類も志願理由とかのやってきたことみたいなのは出すんですけど、そこに対しての合否っていうのはなくて、全員資料提出した人は2次の試験を受けに行けるっていう感じの入試になってます。評定は実際いくつあったんでしたっけ？私本当に取りやすい学校だったので 5.0 あったんですけど。自慢か自慢か10段階ですね。10段階で 5.0 そんな評定あるんだ、知らなかった。高校逆に聞いてみたよね、一つだけ文科省の指導要領をぶち抜いてる感じですすごいオール5で、はい、どんな入試スタイルになるんですか？二次試験の方が総合考査1と2があるんですけど、目が痛くなるですか？すごい飛んできていって自分今日はろくなこと言わんな黄色い方じゃなくて、はい、砂の方じゃなくて考える方の総合考査なんですけど、一、うん、つ目が120分で二つ目が60分の試験になってて、一、うん、つ目の方がすごい重くて、うん、現代文今日持ってきたんですけど、問題持って帰れるんだよね。はい、持って帰りました。これ私が受けた時の問題なんですけど、はいはいはい、現代文の節文みたいなのが10ページぐらいあって、そこに4箇所線が引かれてるんですけど、4箇所のうちの2箇所が線のところに関して説明しなさい、300字以内でっていう問題。で、あともう2つが線のところを英訳しなさいっていう問題だったんです。まずね、これちょっと問題見てみたいんですけど、300字で説明しなさいって、これね、東大なんかでも説明問題なんかせいぜい70、80とかだから、
一橋の要約問題とかでももうちょっと短いんで長い記述を課されるなと、ね、和文英訳のレベル見てみて、で1問目が240から300、2問目が両方とも240から300、設問3と4が和文英訳かもしくはドイツ語フランス語中国語のいずれかにやる実質一通り実質一通りのネイティブも受けますから、いましたよ、うちの英米にも、僕はフランス語で受けたんでって朝日新聞に就職が決まってて、はい、この授業取れないとダメなんですって言って落とされて、僕はフランス語だったんですってだからなんだっつって言って怒られてたけど一社が扶助したにもかかわらず他社が扶助を返すことがないということも十分にあり得る。例えばある人物が困窮する他者に扶助したが、それにもかかわらずその他者が絶命してしまうといった事態は十分に想定し得る。大変だこれなんかさ短大とか京大の二次試験の英作文ぐらいな感じとか、もっとかなレベル的に、ね、すごいよね。かかわらず間違えちゃダメですよこれね。ガードレスオブとか言っちゃダメよ、はい、次が長い。生命の宿る物質としての体は身体と書いてます漢字。自身を再生産するために自身の外部に存在する物質を内部に取り込んだり再びそれを排出したりしなければならない。身体であることによって人間は空気を吸い吐き、水で渇きを癒さなければならない。日本語噛み砕く能力がすごい大事ですね。そうですね。書いてあることを訳しやすい日本語に頭で直してそれを訳すみたいな感じで。そうですね。絶対普通の受験生はハイドレートとか出てこないし、こんな難しい単語出てこないんで、その辺は工夫しないといけないと思いますね。この総合考査においては超レベルの高い現代文記述と超レベルの高い英作文力が求められるって感じですかね。書けたんですか。一応これは書けました。おー、はい、そしてこれが1個目。はい、総合考査1の方になってて、はい、2個目は60分で320字から400字以内で回答する小論文なんですけど、はい、でもそっちはあの本当に典型的な小論文で、うん、A4 の問題用紙の半分に課題の文章が書いてあって書くっていう感じなんで、これはこれで逆に難しくってあのね320から400ってねむっちゃ短いです、小論文としては、うん、何書いたらいいっていうのが逆にね、総合型選抜起業家っぽいというかさ、長々しなくていいから端的だけど分かりやすいみたいなところを求められてるというかね、いわゆる作文用紙1枚ってことですよね。北川清何も使ってないこっちにして優しさ伝わってないの。わかります。僕も使ったことないんで。あ、本当ですか。受かる人は使わないのかな。そうかもしれないですね。総合考査の一つ目を見た後でこれ見るとちょっと軽めに感じちゃうね、不思議なもんでね、はい、そうです。なるほど。なんか年によっては課題文が何を言ってるかが分からなくて、うん、哲学的な概念的な話をされる年とかもあるので、はいはい、私の中では1の方はしっかり学力を使って解いて、2の小論文の方は耐えるというか、うん、無駄なことを書かないというか、うん、そういうイメージで。今のが2時で、はい、3時があるんですか、この後は。これでもう終了で、これで終了で、これで合否が決まる。はい、まあ感想、早稲田の方もそうだったけれども共通ってたらこっちはいらないわけですよね、はい、学力必要っすね、これ、うん、頭悪いと書けないですからね。そうですよ、うん、総計はもちろんその辺は見ますから。ちゃんとどうですか、森田先生からちょっと聞いておきたいこととかあります。受験会場とかどうでした、いっぱいいました。めちゃくちゃ、あ、そう、人たくさんいて、やっぱり圧倒的に女性が多かったですか、はい、あ、そうですね。でも試験の時はまだ男の子もいたんですけど、受かった時にはいなかったなるほど。学部、はい、滑舌の悪いマッチはいませんでしたか。いなかったです。あ、他のやつね、はい、これ参考にしてもらえればいいと思うんですが、はい、で総合型選抜で合格していく人の特徴でもあるのかもわかんないんですけど、僕はもう結構多いなと見てるんですけど、大学に受かってからもこういう変わった入試で大学目指しちゃうような人たちだから、変わったことやってる人が多かったりするんですけど、坂本さんの志望理由書とかもさ、いろいろ大学入ってからやりたいこと、はい、云々とか書かされたと思うんですけど、はい、どんなことを今やってらっしゃるんですか。今は自分自身の地方から上京したっていう経験を生かして、学生団体モアフリーっていうのを立ち上げて活動してるんですけど。モアフリー、はい2つやってることがあって、1つが地方から上京して東京に安く安心して暮らせる場所を作りたいっていうので、うん、地方女子専用の学生シェアハウスみたいなのをやってます。あ、はいはいはい、それが1つと、あと子ども食堂を大学生に向けたバージョンみたいなことを2つやってます、うん、
シェアハウス自分たちで作ってるんですか？協賛してくださる企業さんがいて、その方と木屋なりますにあるんですけど、なりますにある埼玉ね、はい、なりますって埼玉、あの東京なんですけど、埼玉の話、そう、なりますの人に怒られる、怒られちゃう、板橋区になりすましやがって東京になりすましやがって、いやここは使わないで、ちょっと使った、今日俺の一番の見せ場だったから菅最寄りの空き家をリノベーションしたシェアハウス運営しようと。時代やね、空き家リノベーション、今東京で一番問題になってることの一つでもあるからね。そうですね、空き家の率自体は東京が日本で一番低いんですけど、あのそもそもの家の母数が多いので件数でいくと東京が一番多いっていうふうになるので、コンセプトみたいなのがついてるシェアハウスが結構増えてきてて、起業家を志す人たちだけのシェアハウス、はい、プログラムと一体化されてて、リーダー研修とかいろんな講師の人が来てお話を聞けたりするみたいなイベントが定期的にあるようなシェアハウス、なんかラボみたいな、そういうのとかも増えてきてて、これからどんどん来る業界だと、うんうん、はい、そうなんですね。なんで女子専用のシェアハウスを作ろうって思ったんですか？あ、今自分自身が親戚のうちに下宿させてもらってるんですけど、親戚のうちがなかったら東京で一人暮らしするのがちょっと高すぎて、うん、経済的にできなかったんですよね。今東京で一人暮らししようと思うと、女子だとオートロックとか2階以上とか、うん、大事、はい、なってくるので、7、8万くらいは家賃で抑えてもかかってしまうみたいな。そうですね、安い方ですね、はい、あのね、マジでね、東京で女子の一人暮らしって地方から上がってくる方、思っている以上にオートロックと2階以上大事ですよ。はい、そうですね、経済的な理由でそもそも目指せないとか目指さないみたいな子がすごい多いなって私自身の経験から思ったので、うん、地方かける女子っていうところでターゲットを絞ってて、うんうん、安く住めるところって言われると学生寮とかパッて浮かぶかなって思うんですけど、うんうん、慶応とかだとすごい高くて、だいたい10万弱くらい月にかかってしまうので、うん、あんまり安くなくて、うんうん、慶応の格安寮みたいなのもあるんですけど、はい、それが男子専用で女子が住めるところがなくて、県人寮ってわかりますか？うん、知らないです。なんかわかる、もう東海の人だから俺なんか鹿児島だからわかるの、県人寮だよ。大阪だって都会だよ。いやだけど地方か、大阪は田舎や、鹿児島と変わらんわ。東京にある大阪府民寮っていうのがあって、うんはんはん、大阪から来てる人が住める大阪府民寮っていうのが東京にあるみたいな。じゃあどこどこ県から来てたら、あ、そう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 、はい、なるほど、桑畑小原がおったらそこは大阪やってやつですねそうなの知らないんだ。今これめっちゃ流行ってるけど知らないんだよ。県人寮とかだと安く住めるはずなんですけど、東京に39の県人会っていうところがやってる寮があるんですけど、そのうちの17個が男子専用で、女子が住める安いところっていうのがないので、でそれを作りたいと思って、やってます。なるほど、はい、お申し込みいただいてる子とかも、なりますからね、東京の西の方にガーってこう大学遠いんだけど、それを差し引いてもここがっていうようなお申し込みとかもあるみたいで、希望者とは坂本さんが一人一人面接とかしてるから、変なやつが入ってこないようにみたいな感じもしてるわけですよねそうですね、名前がハピネストっていう名前で、ネストってその巣っていう意味があるじゃないですか、はいはいはい、だから地方からハピネストに志を持って何か頑張りたいっていう子がこう上京して、ハピネストで4年間学生生活を過ごしてそこから巣立っていくみたいなイメージで、入居者さんもしっかり面接して、なんでその進学先どうしても行きたいかとか、どういうことをこれから頑張っていきたいかみたいなのを聞いて、志が高い人エントリーしてもらうようにしてます。詳しくは概要欄になりちょっと俺の概要欄になりますの音が消されてしまったけど、今のうまかった、はい、消されちゃった、はい、ということでございました。ありがとうございました。ぜひ参考にしてください。ありがとうございます。 Thank you for watching.